お前らがバイト中に遭遇したヤバすぎる客あげてけ。ごい、無料。焼酎片手に来店して、備え付けてある無料の紅生姜で酒飲み始めたおっちゃん。それいいな、ワイもやるわ。クソ迷惑やんけ。4位、試着。大量の服を悩みながら試着して、2、3時間店員を拘束した結果1着も買わない客。これできるのメンタル強すぎる。こういうやつ、何がしたいのかよくわからん。3位、天ぷら。もううどん屋で、天ぷらを手で触りながら、出来たての天ぷらを判別するおばさん。これはヤバすぎる、出禁にしろ。頭おかしいやろ。2位、スニーカー。臭すぎる足で、一足7万円のスニーカーを試し履きするおじさん。キッズ。ワイだって、成り立って臭くなってるんやない。1位、レジ。毎回ワイのレジに並んでくるヨゴヨゴのババアが、この後どう？ってデートに誘ってくる、やめてくれ。熟女ハンターで草。実際毎回されたらクソだるそう。